子供用歯ブラシ。0歳から3歳まで。でもまーちゃん4歳じゃん。柔らかめ。いやあ、これちなみにまーちゃん用の。うちにはあの人間の子供いないですかね、人間用の歯ブラシですが、あのお医者さんが言うにはこういうのでいいって本当かと思ったけど、物は試し。やってみましょう。そうそう、こういうのでいいんだよ、こういうので。孤独の歯ブラシですね。ここ数日でアンパンマン詳しくなったよね。そうなんですよ、アンパンマン。赤ちゃんマンってキャラクター全然知らなかったんですけど、もう結構子さんらしくて、随分古いキャラクターらしいですよ。多分実年齢で言ったら私より年上です。うん、こんな感じ。じゃあどうしよう、まず濡らしといた方がいいのかな。歯磨き粉はね、とりあえずそういうのは一応猫用のあるんですけど、今回はなしで行ってみましょう。ついてくるよ。いや、ついてくるよ。お母さんもついてきてくれるの。さあ、まつりちゃん上手に歯磨きできるかな。まあ、歯磨きしてあげな飼い主なんですけど、今まであんまやってなくて、たまに気になるときにあの綿棒でちょっとカシカシやってあげるんですけど、綿棒柔らかいじゃないですか。柔らかいというか、あの綿がボロってなって口の中で、はいね、ちょっとアニアニしちゃうと悪いんで。よいしょちょっと。よいしょ。やべえ、絶対カットして。ご承知使わせていただきます。はい。歯磨き上手かにゃ。あれですね、松井さんまだおむつ替えだと思ってます。落ち着いてますね、うん、今日おむつ替えなんだかちょっと変な体勢でキープされるみたいな、ちょっとだけなんかかすかな抵抗。両前足やってるよ。本当だ、こっちも。私、あ、私でもいいけど、やれるその体勢で。ちょっとね、無理抱えるのに。いくよ。いいじゃん。いいのか？全然口。全然見えない口。口全然開かねー。口マジで全然見えない。全然開かねえ。あの抵抗の少ない右側からやろうかな。はいはいはい。よしよし。はいはい、ごめんねごめんね。はい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 。見える？うん、まあ、はいはい、ごめんね。かわいい。鼻に当たっちゃった。ふごって言った。あの、歯の本数すごい少ないですよね、こっちゃん。だからね、あの目立つ、とりあえず前歯の犬歯っていうんですか、尖ってるすごい鋭いやつ。この辺をね、ちょっとカシカシやってあげます。ね、こんなのに犬歯。ちょっとだんだん歯ブラシ慣れさせといて、で、ちょっとずつあの、デンタルケア用の粉薬みたいのをやれるようにしようかな。作戦ではあります。はい、ありがとう。それ逆なんじゃないかしら。何？逆？うん、こういうこと？じゃなくて粉薬からじゃない、普通。そうなの？わかんない。でも粉薬にちょんちょんってつけてこう、言ってたね、こうやる感じ。あのお医者さんがね、そうやってるって言って、あ、そうなんだと思って真似してやってみようかと思って。昨日の動物病院の先生も可愛かったね。うん、いいですよね、動物病院の先生。あそこのすごいいい先生なんですよ。ちょっとね、あの実はひょうきんみたいなタイプの。そうそう、いいかな、もうちょいやっとく。いいんじゃないかな、そんな長くやってストレスになってもしょうがないし。まあだんだんに慣れればね。あの綿棒でやってた頃はあのベロでザラって綿棒の綿を取っちゃう。そう、あの舌で。それはまずいなと思って、あの相談したらこういうのがいいって。じゃあまあ今日はこんなもんで許してやろう、うん、顔ちょっとドヤ顔。はい、よいしょ。今緊急で動画を回しています。歯磨きが終わった後、わたわたしちゃうまーちゃん。イエーイ。あー、わたわたしてる。わたわたまーちゃんを撮ろうと思って。わたわたちゃんどうして。あれ撮ってたの？そうだよ。あー、いいね。どうしてそんなにわたわたなの？あの冒頭、今緊急で動画回していますから、スタートしてから。あ、そうなんだ。わたわたしてたから。うん、わたわた撮れた多分。あ、そう、後で見返しておきましょう。
落ち着いてますが、この後おむつ替えです。おむちんかんふうジェネレーション、はい、じゃあお疲れ様。